おお、木田さん。ここは藤沢だぜ。え、あそこに茶店があるな。お、だいぶくたびれたから、あの茶店で休んでいこう。また休むのか。よく休むやつだな。ちょいと歩っちゃ休み、また行っちゃ休む。それじゃあなかなか道中はかどらねえ。そうか、それじゃあ休まずに行くか。いや、休んでいく。なんで、んなら初めっから休むと言いやいに。何、俺は休みたくはなかったんだがな。見ろ、茶店の娘が。なるほど。こいつは、ひなには稀なる相当なもんだ。よし、休んでいくぞ。おいおい、茶を一杯くんな。はいはい、ただいま持ってまいります。はい、ではお茶を。いけねえ、娘は来ねえで、ばあばあが出てきやがったで。どうぞ、まあ、ごゆるりとお休みくださいまし。どうも、ばあさんじゃ気分が出ないよ。見ろよ、よいじゃ、やじさん。あの娘は俺の方見てニコニコ笑ってるで。バカ言え、あれは俺に笑ってるんだよ。また始まった。おめえのうぬぼりにもつくつく愛想が尽きる。俺はこっちの言うこった。だいたいお前の人相を見て、女がニコニコ笑うわけがねえやな。あれは俺に笑ってるんだよ。せかってんしれ。俺もずいぶんうぬぼりの強いやつ見たが、おめえのようなのめったんねえぜ。女さえ見ればすぐ自分に惚れたと思いやがる。それはお前のことじゃねえか。まあまあいいや。今度はな、この旅でもって、俺が十分実力を示してやるから、まあ見ているがいい。江戸にいたんじゃ、かかがうるさくて、お前と腕比べをしようにもできなかったがな。ヒステリー女房さんいなかったら、俺はどのくらい恋人ができるか、見当がつかねえや。おめえは俺のセリフはみんな一番だな。じゃよろしい。この旅でお前とるとどっちが女にモテるか、どっちがドンファンか腕比べをしよう。もう望むところだ。お、そうだ。おい、あの、茶店の娘で、まず実力を試してみようじゃないか。ああ、よかろう。おっと、来たで来たで。およし、我が輩先行だぞ。日本全国どこ行ったってな、俺くらいの喉を持ってるものはちょいとない。あ、娘さん、娘さん、僕の歌を、優しき恋の調べを、聞きたまえ。小さい鉢の花々があなたの愛の露受けて、薄くれないの花の色、昨日初めて笑ってよってよ。どうぞ。どっちがいいのとか、娘さんよ、しばしお耳を拝借。硬いつぼみに口当てて、小雨降るような夢心地、あなたは何を話したの、花はあなたを待っててよ。どうだい娘さん、僕の方がうまいでしょ。いや、僕の方がうまいね。僕だね。僕だろ。ほら、パパは何笑ってんだ。何がおかしいんだ。こりゃおかしいこったら、いくらあんた方がええのと聞かせたとっても、それはつんぼでございますよ。つんぼ、鼻つんぼで、おまけに推しでございますよ。こいつは甘いった。